あんなね、スティーブ・ジョブズがものすごいアップルを創設してさ、うん、金で言ったらものすごいですよね、うん、ビル・ゲイツだって、まあ、その上を行く生活をしてるわけだけど、してるわけだけどさ、そのさっきの話じゃないけど、あの世界からすりゃさ、そんなもの本当にクソで役に立たねえよ、金なんて。本当だよね。昔あの炭鉱で儲けた人がさ、あの靴探すのにさっさあの札をね、火飛ばして自分の靴を探したり、成金がさ、うん、そういうもんだよ結局金って、必要以上に持っちゃうと。あ、今日ね、美味しいものが、そこそこの美味しいものが増えて、そこそこの布団に寝れてっていう、雨風しのげてっていうのが結局我々のさ、幸福の最小単位じゃないですか。で、それがそこそこに回ってれば、別にそれ以上の金っていうのはさ、結局直接は関係ないじゃんか。今日の生活に何にも、潤してくれないんだから。だから、トイレットペーパーの方が大事なんで、トイレ入ったら、札より。札で消すしかないもんね。そうですね。そういう、そのさっきの靴のようなものですよね。本当なら、松明の方がよっぽどいいわけだけど、ないからしょうがないから、ライターで自分の札束で火つけて、札束ってか、まあ1枚だよ。そんな、わざわざね、あの100万をそのまま燃やすことはないと思うんだけどさ、1枚をこうやって火つけたっていうのは、結局は、この関係性だから金っていうのは、金そのものは何も幸福の価値にはないわけだよね。紙っぺらにすぎないと。ただ自分が必要不可欠なものがそこに出てくるために、その、通過してくるものだよね。代替してもらうっていうさ。ってことは、目の前に今日のもの、明日のもの、一年先のもの、それが、まあ常にだよ。常に、今備蓄しておくこともないんだよね。この真理に出会っちゃうと。そんなに関心のそこに置くことはないんだよね。書店が逆に動くから。だから、一年先のことをこう、うんと心配して、今このぐらい、毎月これぐらい貯めなきゃなんて、そんなことあんまり考えなくても、書店が縦横無尽にこう張って、常に動いてくれてればさ、その、いよいよとか、こっちは目つぶってこう、まっすぐ歩いてると、何かに全部なってくれてるっていう。全く無意無策で行っても、書店が全部道を整えてくれるっていう原理が働くから、まあ俺、20歳の時に入信して以来ね、人生のことをほぼほぼ考えたことないですね。うん、計画性とか、人生設計とか、全くそう思えばやっていない。で、とうとう還暦まで生きちゃったんですよ。結構ね、そんなに筒がなくですよ。だから、それはやっぱり若い時にご本尊様の、国力っていうかさ、現実の生活の中で本当にその道は開いていくんだなって、あえてそんなことを一個一個祈らなくても願わなくても自然にこう道は開いていくんだなって、そして時としてその突然こう壁みたいにぶつかってもね、何としてもここは乗り越えたいという時に、本当に不可能なようなその竹のあるような崖をなんとなく、もちろん自分も登ろうとするんだよ、だけども当然無理っていうような高さのものまでこう登り切っちゃえるようなさ、そこに何か不思議なこう何かが働くんだよね。こういきなりこうパワースーツが装填されてるみたいなさ、うにゃーみたいなさ、自力だとこれで限界なのに、うにゃーうにゃーみたいな、そういう感じ。ほんで、あれ、立っちゃったみたいな。のぞい、うわー、こんなとこ登ったのかよみたいな。そういうの何度もあった。でも、その計画は先に、そんな壁が出るなんてこと大体計画もできないしさ、大体そうじゃん人生って。いいことも悪いことも大体そもそも計画通りにならないからみんな困ってるじゃないですか、ね、それをなんかね、人生設計だっつって、あれかなり不毛なことやってると思うんだよな、うん、何年までにはこうなってて、10年後にはこうなっててるんですよ。わかんないじゃん。明日がんが発見されるかもしれないね。明後日は交通事故があるかもしれないし、今回の水害みたいなさ、うちだって窓ガラス割れましたからね。ああ、らしいですね。なんか風ですよ、ね。自業自得ですけどね。俺ね、
自分の仕事ね、嫌になっちゃった時期があって、うつっぽくなって、本当にうつのもなったんだけど、その頃ね、うつ 本格的にうつになる前だ、もう今もう虚しくなっちゃったんだよね、いろんなことがあって、あの仕事もね、上層部で分別産業をしたりとか、醜い争いしたりとかしてて、本当に嫌になっちゃって、でね、考えたんですよ、あのそれこそ今話題になってる千曲川行って、で、最初はその、ぼーっとするっていうかさ、あ、そうだ、もう考えたんだ。あの河原の石を金に変えられたらすげえなと思ったんだよ。ほとんど無限大にあるわけじゃないですか。これで儲からないかと。それで、とりあえずどうしていいか分かんないんで、まあ、目についたいい感じのいい石をどん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 毎日毎日っていうか、しょっちゅうね、週に1回ぐらいこう貯めて車に乗って帰ってきたの。で、こう、なんとかならんもんかと。で、そのうちに煮詰まってって、こうちっちゃいさ、あの面白い形の石とか綺麗な模様とかあるんだよね。それをあの歯科技工士が使うさ、あのビヤーンって磨くような感じの、あれ二十何万もするようなセット買って磨き始めたんですよ。すげえですね。それでよし、これをペンダントにすれば、もう俺はもう奥のここはドルになったよ、ドル。無尽蔵にある河原の石のいいのめっけてきて、これを磨いて、ただこれをペンダントだってこうね、どうすればぶら下げられるんだと。あ、で、あの縄文時代のマガタマみたいにさ、こう完全に穴開けられないかなと思ったわけね。で、そこにこうかっこいい革紐かなんかを面白い形でこうギュッと絞り上げてさ、あ、これは絶対受けると、まあ思ったわけ、その時は。んで必死にこう穴開けようとするわけですよ。ところがね、バキンとかっちゃうね。縄文人ってすげえよ。あのマガタマに綺麗な穴を開けたっつのはね、まあ、マガタマ自体もこうああいうの割れないにくい性質の石だと思うんだけどね。だ、割れるか貫通できないかどっちかでさ。でもしょうがないから、貫通できないままでもこう穴をこう半分とか3分の1ぐらい開けて、3分の1ぐらい開けて、で強烈なさ、あのワイヤーっていうか、あの針金の一番ぶっといのをさ、はいはい、それをギューンって曲げて、こういうふうに輪っかにして、それであの革紐をさ、綺麗なこうなんか面白いこうねじり、ちょうどあの首を吊るみたいな感じになるのがあるんだよね、こう巻き方が。で、それギューってやって、ギューってやって、お、これはちょっといいぜみたいな。地層が出てんだよ、地層のね、こうやってね、地層がガッてずれたまま固まってるのね。あ、これ俺もう億万長者だと思って。で、どうってか人に言ってもさ、だって千曲川の石でしょって言われて、買う気がないんですよ。あ、嘘でしょって、お前らこの価値が分かんないわ。で、ポシャりました、それが。で、そのような石がですよ、様子的なので、自分家のベランダにずっと並んでたわけ。それが今回の台風の風でビューンって飛んだんですよ、石が。うん、つまり自業自得ですよ。今回俺の住んでる地域あたりで窓ガラス割れた人はほぼいないと思います。その石があったからね。最近面白いっすね。つうかね、本気で生きてるの俺は。俺自身は本気で生きてるんですよ。え、それ、その嫌になったんだよ。その、あれとかっていうのは若干話は聞いたことあるんですよ。うんうん、分裂さん。そう、何と思ったんですけど、うん、え、ほんなだいぶ前でしょ、あれ、分裂したのって。ずっと前。うん、でそれがずっとこう引き継がれてきて、いまだになんかガチャ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 。今もう落ち着いたよ。石はいつの、石はその分裂さんの直後。へぇ、あ、そのずっと置いてたんだ、その石を。そうそうそう、片付けなかった。だいぶ前だ、そしたら。はいはいはい。分裂ってだいぶ前ですもんね。はい、はい。この頃に。今20年ぐらいずっと放置してあったってことね。ちょっと時系列が合わへんなと思って。神さん、神さんだって片付けるにも、そういう、まあ大体俺がすごい執着してたからね。あ、その頃ね、捨てるなみたいな。これ大事なんだ、金になるんだみたいな。で、それがまあそのまんまインプリントされてるから、まあ放置のまんまずっとポリバケツに入ったまんま、そう、随所にバルコニーにこう点在していた。それでまさかあの石が飛んでくるとはね、今回思ってなくて、まあおそらくそうだと思うんだ、位置関係から言って。発見されなかったけどね。
これが割れたということは、あのポリバケツの石だろう。本当にバカです。いや、風圧で割れたんかなと思ったんですよ、初めて。俺も最初そう思った。うん。いや、違うな。だ他の家がだって別に割れてない。そうですよね、割れてないんだもん。なるほどね、だからね、そういう、なんでこんな話になってんの。何だったっけな。だから、何よ。災害の話。災害だよ。そう、災害は、ね、いつ何時どう来るかなんて。そうそう、しかも、3キロぐらいでうちから、使っちゃったところ。新幹線でしょ。あれ僕らね、お意識終わってから、ちょっと社会見学で、ちょっと行って、たんですよ。で、通れたあの道。いや、アップルラインだったでしょ。あそこが、もうダメだよね。いや、閉鎖されとったんですけど、あれね、多分ね、急道か、救急車が走っていったんだっけ、パトカーだっけ、走っていって、で、僕ら道をこっちに右に入らなかったのに、そのまま左に行ったら、こうやってる人いるじゃないですか。関係者もだよね、そのまま通してくれちゃって。なるほど。行っちゃって。へぇ、もうエネオスとかも全部暗くなって、消えてて、さすがにこのエニオスかな、見えたぐらいになるとまだ警察官が立ってたんで、さすがにこっち行けって言われて、もう帰りましたけど。ああ、でもね。結構近いところで行ってみたんだ。結構近い、近いっていうか、もうその向こうに水があるっていう。いや、それはいい体験、ってか失礼しました。めったに見れるもんじゃないですよ。あれ、そうだったね。生活道路全部ひっくり返してね、もう置いてあったね。生活道路だったからね、あそこ、僕らにしても。あのアップルラインってのはもう本当に、まあ、いわゆる動脈ですよ。他のところに抜けて。で、あの辺ですよ、大聖人さんが通られたの。あの辺だって、まあ、あの流域だよ、ずーっと流域を通られた。で、あの、鎌倉時代っていうのは、おそらくね、今はそれが、あれが千曲川ってぐらいでこう氾濫するわけだよ。線の曲がりくねってるっていう感覚でしょ。それだけこう氾濫したんだから、そんなとこ道つけるはずないんだよ、昔は。なので、もう少しこう高いところにね、つけてたから、まさかあの今のは走ってるところじゃないんだけど、でも地理感覚とすれば、あそこなのよ。あの辺、千曲川が流れてるあの辺のこっち脇だと思うんだけど、まあ、妙想寺金剛のね、はいはい、それのところをずっと通られてきて、そして善光寺の裏を回ったってことになった。んで、そのからずっとまあ下ってって、だから今回のあの水ついた辺っていうかさ、まあまあ、同じこう空気っていうか地形のところは大聖人様は見られてるところなんだよね。ずーっと。佐渡からお帰りの時に。我々はまあそういう地理のところに住んでるわけ。特定はちょっと難しいんだけどね。今、ここだーっていうのは難しいですよね。今の道は大体江戸時代ぐらいに作られたものだろうから、鎌倉時代となると、ちょっと特定は難しいけど、でもまあ、おおむね、幅数百メーターか、まあ、1キロ範囲の中のどこかっていうぐらいの幅ぐらい。あ、そういう意味では因縁が濃い地域なんだよね。そうですね。うん。それは、まあ、そうだからさ、その、そうそうだから、そういう久遠のご本仏様が、そうやってさ、我々がまだこう、歴史的な記憶がたどれるような時代にお生まれになってるという、これも5000年も経っちゃうとね、まあ今の時代だからきっちり記録とか残るだろうけどさ、まあ今のお釈迦さんみたいになっちゃうわけだよ。いたかいないかも本当は分かんないぐらいだから、いい人から言われるぐらいだね。でもそれまだ750年って言ったら結構リアルに生々しく大丈夫なものね、地形だって変わってないんだから、これ1万年経つと地形がもう変わってくるんだよね。ここあのずっと旅したみたいにね、ここが大乗に来られたところですよって一応たどれる時代に、だからよっぽど僕らはさ、その何か、やっぱり、まあ、使命っちったら使命があるのかもしれないよね。そういう徳があれば徳とも言えるけど、徳のまま終わらすわけにはいかないわけだよ。だからね、まあこんな、なんか、漫談みたいな話になっちゃってね、申し訳ないと思うんですけど、いや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 。何か、